ブラッド・フリーデルはアメリカが衆国をイオ州、レークウッド出身の元サッカー選手。元アメリカ代表。現役時代のポジションはゴールキーパー。UCLA 卒業後の1994年、デンマークのブレンビー・イフと契約し、プロとなるが、ここに彼の居場所はなく翌年トルコのガラタサライへ放出され、1996年は母国アメリカへ戻りプレーした。 1997年には、プレミアリーグの名門、リバプール FC に移籍したものの、ここでも、デイビッド・ジェームスとサンデル・ベステルフェルトの控えとしての、日々が続き、出場機会には恵まれなかった。2000年11月3日、チャンピオンシップのブラックバンド・ローバーズ FC に移籍。移籍後は、政治家として活躍し、チームのプレミアリーグ昇格に貢献した。昇格後は、 カーリングカップ優勝や UEFA カップ決勝トーナメント進出などに貢献した。2008年7月26日、契約満了とポールロビンソン加入に伴い、アストンビライ移籍。移籍後も引き続き、聖 GK として活躍した。2011年5月22日のフルス・リバプール戦で、プレミアリーグ通算400試合出場を達成した。2011年6月3日、 トッテナムホットスパー FC に移籍。移籍後は不安定なプレーを見せていたゴメスから定位置を奪った。2012年4月21日の QPR 戦で300試合連続出場を達成した。2012から13シーズン途中からは新加入したフランス代表 GK、ウーゴロリスに聖 GK の座を奪われたが、出場した試合では安定感のあるパフォーマンスを見せた。 2014年6月9日、43歳ながらも契約を1年間延長し、同時に母国アメリカ担当のクラブアンバサダーに就任した。2015年5月14日、現役引退を表明した。2002FIFA フフワールドカップでアメリカ代表の政治家を務めベスト8進出に貢献。同年代のライバルケイシー・ケラーの故障のために回ってきた大役であった。 韓国戦で、リオチ姿の PK を止め、次のポーランド戦でもマチェイ・ジュラフスキの PK を防いだ。ワールドカップ1大会で2度 PK をセービングしたのは1974年大会のヤント・マシェフスキ以来で、2試合連続で PK をセービングしたのは、ワールドカップ史上唯一である。通算2度 PK をセービングしているのも他に、イケル・カシージャスのみ。 2005年2月7日に代表を引退し、その後はクラブでのプレーに専念していた。ありがとうございます。